離島園音声版春には桜並木が続く嬉野川沿いに佇む離島園ご縁を大切にし心のこもった温かなおもてなしでお迎えいたします地元の四季折々の素材を割烹旅館ならではの味で一工夫したご満足いただけるお料理を提供いたします 施設案内離島園は2階建ての建物です1階には貸し切り家族風呂もございます1階玄関は非常口と兼用になっています玄関を入って右側にフロントがありますフロントの前にロビーがあり本棚売店 自動販売機などがあります。フロントを過ぎて右手に2階へと続く階段があります。階段の左手に男性用の大浴場があり、階段手前の廊下を南に進むと女性用の大浴場があります。大浴場をご利用の際は、お部屋からバスタオルをお持ちください。大浴場のご利用時間は、 午後4時から11時、午前6時から10時となっています。ロビーから東に廊下を進むと、客室が2部屋あり、北側が泉、南側が霞です。泉の東隣に、家族露天風呂、キラリがあります。廊下を東に進むとすぐに、南に伸びる廊下があります。 南に進み、西に折れると、家族内風呂、なごみがあります。廊下を西に折れずにそのまま南に進み、その先を東に折れると、食事どころ、紫陽花があります。紫陽花の手前の南側が非常口となっており、離島園の駐車場へと続いています。 南に伸びる廊下を突き当たりまで進むと、客室が1階と2階にそれぞれ1部屋ずつあります。1階が ×2 階が竹です。家族露天風呂・キきらりからそのまま東に廊下を進むと、突き当たりに独立した2階へ続く階段があります。階段の手前を南に進むと、 左手に客室が2部屋あります。手前が梅、突き当たりが水仙です。独立した2階へ階段を上ると、左手に客室が2部屋あります。手前から霧、綾目です。2階2階は食事どころが4部屋、客室が2部屋あります。 フロント横の階段を上ると北側に食事処カフーがあります階段の西に食事トドロキ、廊下を南に進むと東側に食事処ゼン、その廊下の突き当たりにトイレがあります階段から東に進むとすぐトイレがあります北側から順に男性用 男性用、女性用です。トイレの前を通り過ぎると、東に伸びる廊下があり、そのまま進むと、食事どころ、菊があります。その先に客室が2部屋あります。南側が水月、月当たりが滝見です。食事どころ菊の南側に非常階段があり、階段を降りると、 一階の家族内風呂、なごみの横に続きます。